これでござるよ、これ。今まで VR 機器を3つ使ってみてどうしても欲しくなる機能。手軽さ。まさに AR グラスはまだまだコアユーザー向けの VR 機器は手が出ない。でも便利にハンズフリーでどんな姿勢でも映像コンテンツを楽しみたいって人へのメガネ型の超小型立体モニターとなってるでござるよ。まあ、これでね、ほんと何をしながらでも映像を見ることができちゃう。そしてそんな中でも人気の高い XREAL Air 2の最新機種が拙者の元に届いたでござるよ。いや、気になってる気になってるって散々言ってたんだけど、まさか届けていただけるとは本当にありがたし。機能拡張端末のビームも含めてざっくりと機能解説と、個人的にまあ届いたばっかなんでね、これからどんな風に使っていこうかなっていうのをね考えてるんだけど、2、3日使ってみて、まあ誰でも気軽に使える使用方法っていうのをねちょっと模索してお伝えしていきたい。さあ、まずはではこの XREAL Air 2見ていくとするでござるよ。大きめのメガネケースに入ってるんだけど、開けてびっくり、出てくるのはちょっとごついかなーぐらいのサングラスなんでござるが、めちゃくちゃ軽い。こういうガジェットってね、重く感じそうなもんなんだけど、全然重さを感じない。実際に金属とかがっつり入ってるような、装飾の入ってるサングラスと比べても、軽いと思うでござるよ。そして注目すべき点はここ。メガネのつるの先の部分でござるな。ここに USB-C を差し込むことができるようになってるんでござるね。なんでここから基本的にコードが垂れるイメージだと思っていただければよし。そして個人的にめっちゃ嬉しかったのが、グラス本体に見えるかな？ちょっと拙者の手袋も黒いでござるから。そう、スピーカーがついているんでござるね。なんで、外付けのイヤホンとかヘッドホンも使えるみたいなんだけども、とりあえずかけて耳元で音がするっていうのはね、個人的にイヤホンとかヘッドホンしてるとリラックスできないんでね、これ助かる。で、今これにはね、グラスカバーがついている状態なんでござるね。この黒いグラスカバーがついている状態だと、このグラスをかけた時に、目の前に真っ暗闇の中にモニターが映るというものなんだけど、外すことによって、そう、自分の部屋の空中にデジタルモニターを映し出すことができると。リラックスしたい時はカバーをつけて、で、仕事であったりね、まあ、他に周りに人がいたりとか、ある程度周り確認したい時はこのカバーを外して使うことで、多様な使い方ができちゃうんだね。XREAL L2 は手のひらに収まる小さな AR グラスを実現しちゃったんだね。 iPhone、Android、パソコンに簡単に接続することができて、目の前の空中にデジタルの最大330インチの画面が浮かび上がるでござるよ。 USB-C ケーブルを使って本当にいろんなデバイスと接続することができてしまう。映画を見たり、ゲームをしたり、そのまんまの画面でスマホをいじったり、で、さらに仕事の時も非常に便利になるでござるね。さあ、そして XREAL Beam は XREAL Air 2と専用ケーブルをつなぐ拡張デバイスでござるね。まあ、専用ケーブルって言っても、この XREAL Beam 自体にケーブルがついてて、先ほど見せたメガネのつるの部分にね差し込んで、で、さらに XREAL Beam から USB-C をまた差し込めるっていう形なんで、まあ、間に挟む感じでござろうかね。 AR 体験をより自由にすることを目的としてるってことで、スリートフースクリーンミラーリングとかね、いろいろ書いてあるんだけども、何ができるかっていうと、このメガネの中にいろんな形でスクリーンを映し出せるようになりますよと。で、さらにワイヤレス接続もできるようになってしまいますよということなんだね。まあ、そうね。自分なりにカスタマイズできたり、映像の映し方の幅が広がるって感じでござろうか。そして、このビームがあることによって、ゲーム機と接続できてしまうんでござる。あとはわかるね。
で、どんな人におすすめかっていうとね、まあ、環境とかね、普段の生活スタイルとかもいろいろあるんだけど、とりあえず一つは、顔の周りにコードがあっても気にならない人。これだから、イヤホンとかヘッドホンとか普段使ってて、コードが垂れてても気にならない人。これ結構実は重要かもしんないね。で、さらに C タイプ USB のスマホやタブレットを持っている人。最近だとね、iPhone も C タイプになりましたからね、接写のはね、まだね、ライトニングなんでござるよ。ライトニングでも使えるんだけど、別途売ってる純正の変換アダプターが必要になるんで、まあ、プラスアルファになってしまうよと。で、そうでなく、まあ、とにかく先ほど言った通りの環境だと、マジで何にもいらない。本当に、スマホと、X-Real Air 2をつなぐだけでいい。まあ、スマホだけじゃなくてもいいけどもね。で、さらに、X-Real Beam があれば、デジタルモニターの位置を固定したり、モニターサイズも簡単に変更できるんで、マジでベッドスペースぐらいの、部屋って言ったらいいでござるか。自分のスペースがあれば、もう普通にテレビ見る感覚で見れるし、寝っ転がりながら目の前にモニターを出して見れるんで、ミニマリストの人にはたまらんかもしれんでござるな。で、結構大きいなって思ったのが、まあ、拙者まだ外で使ったことはないんだけど、まあ、人がいるところで使った場合、画面を誰かに見られてるかもって気にすることがない。まあ、死ぬ気で覗き込んだらもしかしたら見えるかもしれないけど、少なくともスマホのように手元に持ってるところをチラッと見ただけで見えてしまうようなモニターにはなってないんで、ここもね、割とでかいかもしれんでござるな。で、メガネかけた感じ、この X-Real Air 2をかけた感じだけど、 72g の軽さと、で、腹パッドがね、かなりしっかり、まあ、過剰にと言ってもいいぐらいアピールが強いんだけど、これがね、本当にいい感じに支えてくれてて、姿勢が超楽。まあ、メガネにね、メガネをかけるっていうのが結構負担な人がいると思うんで、そこしっかり考えたと思うんだけども、鼻パッドがマジで、個人的には合ってたね。で、ただまあね、あれだね、強いて言うのであればね、強いて、良くないところを伝えるのであれば、現代だと、この、サングラスをかけている状態で、ただ座っている人っていうのが、旗から見ると違和感があるかもしれないね。ハンズフリーで夜歩いてる時にね、通話している人見ると、タコスケはビビるからね。お、俺に話しかけてるみたいな。なので、部屋にモニターを置きたくないけど、大画面で見たい人。楽な姿勢で映像も楽しみたい人、ゲームを楽しみたい人、出張先や出先で退屈な時間が多い人には、これ一番おすすめできるかなといったところでござるな。両手フリーで装着しても負荷が少ない。そう、それこそが AR の真骨頂。気軽に手軽にメガネをかける感覚で。いや、もう携帯電話だってね、もう何十年も片手に持って、片手でいろいろ操作できて、それも随分便利だったけど、その時代からも人類は解き放たれようとしている。ゲーム機との接続、X-Real Beamがあれば、直に、まあ、例えばスイッチ、まあ一番スイッチが、個人的には、なんかいろんな使い方できそうかなって感じでござるよ。携帯ゲーム機モードあるからね。に、まあ、有線をつなぐことができるでござるよ。だって、スイッチには、USB-C の接続口あるでござるからな。あれを使えば、例えばじゃあ、家族にテレビを使われててゲームができない。で、スイッチだけはある。で、携帯ゲームモードじゃなくて大画面で遊びたい。ね、なんだったらもう寝っ転がりながらやりたい。そんな時にこいつにつないでしまうと。しかも、ヘビーゲーマーにはありがたい 120Hz の高リフレッシュレートで遊べてしまうっていうね。まさに未来来てるね。さて、冒頭で拙者は最もおすすめな方法を模索すると言ったでござるな。まあ結果的に拙者にとって最もおすすめな方法となったでござるが、それは何か。そう。寝て、しかも、顔周りへの負荷も最低限で、電気を消しても映像コンテンツを見れるところ、これは大きい。なんでかっていうと、まあそうだな、寝る前に体を起こした状態でモニターを見てたり、まあもしくは布団の中で
スマホを掲げて顔面に落とす危険にさらされながら何か映像を見てたりとか、あとはまあ布団に潜って横になって腕で支えてっていう形だよね。これは本当スマホが出た当初というかね、スマホで映像が見れるようになった当初は画期的だったけど、やっぱりね、人間の欲望ってのはね、果てがないんでござるな。まあ腕は疲れたり、あと首も疲れたりするんだよね。で、体を起こしてモニター見ちゃうと目が覚めちゃったりね。まどろみの中とまではいかないけども、両手が空いてるのってこんなに楽なんだなっていうね。両手が空いてる状態でただ見つめていた天井に見たいドラマやアニメが流れるってこんなに楽なんだなっていうね。マジでそれが最高の使い方でござった。というわけでいかがでござったろうか。いや、 AR グラスはマジでこの先どんどん一般化していくと思う。やっぱ両手が開くってすごい。しかも本当にメガネかけてる感覚だからもう全然楽だね。もうね、楽になったんだね、こんなにね。というわけでね、まあ気になった人はぜひ概要をチェックしていただきたし、それでは誰も知らないレビューはイカレタコスケでござった。ティーユ。回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果て間な心、君は知らない。